手先の方が大きく動くように横に変形しつつ、振り子のようなイメージで弧を描くように形を整えていきます。片方の動きを作ったら、動きの反転を使って反対側の動きを生成しましょう。水平方向に反転にチェックが入っていることを確認して OK を押します。こちらで両サイドの動きが作成できました。パラメータが完成したら物理演算を設定していきましょう。モデリングメニューから物理演算シーンブレンド設定を開くをクリックします。まずは前髪の揺れを設定していきますので、物理演算タブのグループ名の右の追加をクリックして、物理演算グループを新規作成します。グループの追加ダイアログが開くので、名前を髪揺れ前と入力します。入力のプリセットはどこの動きに追従して動くかを設定する部分になるので、髪のように頭の動きに合わせて揺らしたい場合は頭入力を選択します。物理モデルのプリセットは揺れ方のプリセットになりますので、髪かっこ長いを選択します。 OK をクリックするとプリセットが適用された状態の前髪の揺れが作成されました。入力設定についてはプリセットを選択したので、顔の角度 X と Z、 体の角度 X と Z が 60%、40% の割合で影響するようになっています。プリセットを選び直したい場合は、入力設定、物理モデル設定からそれぞれプリセットを選択し、読み込みをクリックすれば再度適用することができます。通常の髪揺れを作る際には基本的にはこのままで大丈夫です。出力設定タブを開いて、その下の追加をクリックします。出力パラメーターのダイアログが開くので、揺れの動きを反映するパラメーター髪揺れ前にチェックを入れて OK をクリックします。これで一旦顔と体の動きに追従して前髪の揺れが動くような設定ができました。右のビューエリアをドラッグするとカーソルに追従して角度 XY や体の回転 X を動かすことができて、揺れの動きも確認することができます。またパラメーターパレットで個別にパラメーターを動かすこともできます。動かしながら揺れ具合を確認してみましょう。基本的な揺れの作り方としては以上になりますので、他の服や装飾品などの揺れも同じように適宜上下でふわっと揺れる動きをつけたり、2段階3段階の揺れをつけていけば完成です。続いてオニオンスキンと拡張補完について、今回はツインロールの揺れを例に機能の紹介をしていきます。表示メニューからオニオンスキン、モデリングビューを選択し、この状態でオブジェクトとパラメータを選択すると、そのオブジェクトがパラメータ上で動いた際の軌道を表示することができます。アートメッシュの頂点や変形パスのコントロールポイント、デフォーマーの分割点などを選択すると、その点ごとの軌道も赤い線で表示されます。表示メニューのオニオンスキン、オニオンスキン設定を開くと、各ビューごとの表示や表示対象、オニオンスキンを表示する細かさなどを変更できます。アートメッシュやワープデフォーマーの変形で揺れの動きを作っている場合、パラメーター上のキーの間は直線で保管されているので、このように揺れの動きは途中でカクッと曲がるような直線の動きになっています。揺れの動きを大きくすると、どうしても途中でカクッと曲がったような動きや直線の間で途中で伸び縮みして長さが変わってしまうような違和感が目立つことがあります。変形の軌道を直線ではなく弧を描くような滑らかな軌道にしたい場合は、拡張補完を使ってみましょう。オブジェクトとパラメータを選択した状態で、パラメータパレットのハンバーガーメニューから拡張補完を選択します。拡張補完のダイアログが開くので、補完方式を線形補完から楕円補完に変更してみましょう。直線だった軌道が分割され弧を描くような軌道になりました。まずはひねるような揺れの作り方について解説していきます。通常揺れを作る際は平面的に横に揺れたり縦にふわっと動くような揺れをつけることがほとんどですが、顔の角度 X のように立体的な動きをつけるとよりリッチに見える場合があります。今回はツインロールを例に解説していきます。まずは立体感を出すためにツインロールは前後で素材分けしておきます。ツインロールの素材を分けた状態のインポート用 PSD が用意できたら、モデルデータに再インポートします。メッシュを割ったらひねり用のパラメーターツインロール X を作成します。今回はアートメッシュで直接動きをつけていきますので、立体感をつけるアートメッシュをすべて選択してパラメーターに3点キーを打ちます。
一時ワープ変形や変形ブラシツールなどを使って立体的な動きをつけていきます。立体的にひねる動きができたら OK です。